達也。はい、今日は一人です。じゃあ達也じゃねえだろ、緊張すんだよ。三人でいないから。じゃ3人おかしいでしょ。あで画面いないから一人しか。今日一人なの。大岩達也です。いいんだよ、行ってみろよ。大岩達也です。はい。自分磨き、自分も鎖もビッカビカ。今日はね、なんとちょっといつも違うでしょ、雰囲気。雰囲気違うっすね。ね、俺もちょっと緊張してるんですけど。はいはい。今日は墨田区にある福地道場さんのところにお邪魔します。おー、あれ拍手ないんだ。だけど、うん、僕は企画を聞かされてないんですけど。そうなんだよ。どうしたらいいんですか。とりあえずここに来いということで私呼んだんだけど、はいはい、まあ、達也って K1 のさ試合でも、まあ、1回も倒れたことないじゃん。ダウンも KO もない。なんとかね、なんとかね、やっぱ丈夫ってことじゃん。なんか今んとこね。そうで、なんとかね。そうお前意外にしろよな。あとこれ空手道場でしょ。そう、この格好大丈夫なの俺。勝手に呼び出して、まあ、一応大丈夫。大丈夫ですか。うん、まあ、一応空手の企画ではないんで。空手の企画ではない。そうそうそう、まあ丈夫っていうことで、はい、まあ、ちょっと対決しようかなと思って、まあ後ろにあるじゃないですか、福地道場っていう道場。腹パン対決をね。腹パン対決、はい、してもらおうかと思って。え、分かって言ってるのそれ。分かって言ってるってどういうことよ。俺腹…あ、ごめん、なんもない。そう、腹パン対決をさ、今日はちょっとしようかと思って。そういうことね。そう、まあその福地さんもね、もうめちゃめちゃもう強いらしくて、まあ、YouTube でもやってて、その殴られえやみたいな、まあ、腹パン対決をよくやってて、そうこの2人で戦ったらどんな感じなのかなと思って。あ、確かにね、俺1回も倒れたことないし、ね、腹で。そうそうそう、聞いたことないし、うん、でむしろあんま全部聞かないんだよね。でしょ。だからちょっとこの対決してもらおうかと思って。え、福地さんも腹聞かないみたいな感じ、うん、強いってこと。強い。あ、そうなんだ。強い。じゃああれじゃん、ポコタン、なんだよ、ポコチンなんだっけ。ポコチンって言うなよお前。なんとか対決。ポコタテな。あ、そうそうだよ、ポコタテ。うん、ポコタテ対決が。ポコタ、ポコタテな。ポコタテか。うん、ポコタテ対決が、うん、現れるっていうか。現れるって何だよお前。ポコタテ対決が行われるってことね。そう、人物じゃないと。そういいじゃん。そう、だからちょっとね、早速じゃあお呼びしましょうか。お願いします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 。今日はポコチン対決。早速、はい、ポコチンいじられてますけど。空手道場でポコチン対決だ。絶対一番言っちゃダメなことでしょ。じゃあとりあえず脱いでもらってっす。失敗やっちゃダメなことじゃない。すいません。失礼しました。失礼しました。ボディが強い。そうなんですよ。ですよね。はい。もうボディを売りにして、売りにしてやってます。僕もあの試合で今のところ一回も倒れたことないんですよ。はいはいはい、はい。で、自信あるんですよ、めちゃくちゃ。マジですか。ボディっていうか歌える強さに自信があるんで、はい、ちょっと。もうこれ歌い強さ同士対決したらどこまで進むか。ああ、なるほどなるほど。やってみたいなと。それもうお互い殴り合って。お互いもう本気で殴り合って。いいっすね。もう強気だ。これはあの素手でやる感じですか。何でやればいいんだ。何でいつもは素手でやって。いつもは素手っすね。空手なんで素手ですよね。はい。じゃあまあ今日も素手でいいっすか。まあ、俺は全然どんな土俵でもどんな感じでも大丈夫です。最高っすね。最高、かっこいいっす。ちなみにその腹筋とかって割れてたりするんですか。腹筋ね、もうめちゃくちゃ割れてるんですよ。めちゃくちゃ割れてますよ。お、脱ぎ方がエロい。そう、エロいね。腹筋めちゃくちゃ割れてますよ。わすごっ。すげえ。いや、ここ全然割れてないやんっていうところなんですよ。それより腕のあざが効いてますね。大丈夫ですかそれ。あ、これはよくあることですよ。これはよくあることなんですよ。よくあるんですか。はい、ちょっと閉まっていいですか。ちょっと、ああ、ですね。すいません、すいません。閉まります。え、達也の腹筋ちょっと見せてやってくれよ。これ腹筋はもうキックボクサーですから。確かに確かに。おお、エロエロエロ。エロ、お前、おお、ポコチン出すね、やめ、おい。さあ、ここ来ますよ。おお。はいはいはい。まだ仕上がってはないですけど、そんな。仕上がったよね。なんかちょっと反応しづらかった、ごめん。そんな仕上がった。まあまあまあ、でもやっぱさ、すごいですね。早速ちょっと戦っていきましょう。やりましょう。お願いします。お願いします。じゃあ準備の方がいいですか。どっちか先攻か後攻決めて。じゃんけんいきますか。あ、じゃあもう言っといて。ちょっとレフリーの方、はい、すいません。はい、おお、ガイおっす、はい、ちょっとすいません、それガイちょっとお前が一番強そうだわ。ああとりあえずリリー、ちょっとすいませんね、すいません。そう、一応挨拶しとこうか。わからない方もね、いると思うんで。これで、うん、ゆうです。ゆうです。ハゲ、すいません、ハゲてるんです。じゃんけんから、はい、お願いします。
やとか最初はグーでほい。じゃあ福さん、はい、先行で先行で、はい、じゃあここでどうしたよ。腹こうやって出せばいいんじゃないの。ね、レフリー雑だなお前。雑だな。ずっと続くんじゃない。終わんねえかこれ。そうっすね。永遠と、そうですもんね。はい。終わんねこれ。おお。お願いします。じゃあこの辺出せ。はい。いや声が震えてるわ。はい。はい。ちょっとお前顔赤くなってきてんぞ。大丈夫か。余裕でしょ。オッケー。じゃあお願いします。いきますね。おお。と。さあ立てるか。さあ立てるか。ファイティングポーズか。お前、お前さ。なんか喋らんな。無言やめろ無言。お前大丈夫。いける。大丈夫。いける。おお。いける。ちょっと頑張れ。とりあえず今日は行け。今日は行け。じゃ今日は頼む。じゃ今日は頼む。あ、優勝。オッケー。はい。はい。はい、いいですよ。行きます。おお。レフリー一応聞いて。大丈夫ですか。おお。どうした？なんか入ってた。今日はマジ勝てよ。なんか入った。頑張れとりあえず。よし行け行け。どうだった？殴ってみて。いや、大したことないです。おぉ、まあ、俺だって今、もうしかも左だしね。左だし、もう終わりぐらい。オッケーオッケー。まだ、はい、多分まだ序盤なんでね。やっぱ尺的にも、やっぱ徐々にみたいな。そうっすね、全然先聞かなかったし。すみません、はい、めちゃくちゃ赤い。えめちゃくちゃ赤いぞ。めちゃくちゃ赤い。赤いな。大丈夫か。大丈夫。本当大丈夫か。大丈夫でしょ。いけるな。よし、じゃあレフリーお願いします。2発目で、はい、2発目いきます。お願いします。じゃあいきますね。ちょ、レフリー、大丈夫か。これレフリーストップじゃねえの。いける、いける。これカウントいる。お、ギブ。おい早ない早ない。おい、こいつ早ない。マジで聞いてるわ。痛い。無理、勝てっこない多分。お前無理だってマジ。次返して決まるかも。あ、ドローあるかも。確かにこれ一発返して決めれば。そうだよね、俺が決めればいい。そう俺が決めればいい。そう、これさ、誰がやるっつったの。レフリーが。すいません。よし、おーし。じゃあ本気出しますね。いいっすよ、もうめちゃめちゃ本気でいってください。よし、いきます。はい。レフリー一応聞いてもらって大丈夫ですか。まったく、はい、中大将、中大将。ちょ、すいません、ちょっとあの、はい、お腹いあ、便秘で、はい、ちょっと変なの食べ過ぎて。ちょっとレフリーちょっとストップですわ。ドクターストップ、うん。ドクターストップ、うん。カンカンカンですわ。カンカンカン、口で言うの。カンカンカンだよ、これ。カン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 。お前、おい、マジでやばいじゃん。じゃあ、きつい、こっちもきついけど、殴ってみて思ったけど、おかしい。マジで？なんか入っておられ、絶対。そんなすごい。ちょっと意味一回試してもらったら。じゃあ、一発ちょっと。達也でダメなの？多分自分の手が。殴る方か、受ける方、どっちでもいい。受ける方。殴る方、俺初めて感覚。へぇ。いた。跳ね返ってきたんだけど。反応女子ないよ。反応が女子ないよ。お前さ、同じこと言われた。おねえ出すな。たまに出るんですよ。あ、出るんですね。たまに出るんですよ。おねえら。おねえが。そしたら次僕の番で。いや、大丈夫です。あ、大丈夫ですか。マジで大丈夫。あ、ちょっと。とりあえずじゃもう。とりあえずこれやめよう。達也の負けということで。企画やめよう。はい。いや、企画もやめようじゃないで。どうしようもないわ。どうしようもないです。どうしたい。とりあえずもうじゃあ謝りましょうよ。謝りましょう。あの、すいませんでしたと。はい。すいません。すいませんでした。はい。お願いします。でももう一人勝てるっていう相手いるんでしょ、達也は。さっきなんかボソって言ってきたんですよ。はいはいはい。いや、俺あいつから、そう、あいつって今言っちゃったけど、だから勝てる、なんかちょっとずっと笑ってたからさ。俺やってる最中にバカにして。そうだよな。いや、俺に勝てる調子乗んなと思ってた。いいっすね。お、バチバチだ。いいっすか。やっちゃっていいっすか。あ、ちょっといいっすか。いいっすか。はい、わかりました。
多分勝手にすんだよな、この人。だって、お願いします。フルコンです。あ、フルコンさん、お願いします。だいぶトーク力、錆びついてません？はい。錆びついてます。全然喋れないです。僕には勝てると。でしょうね。おお。え、なんかやられてるんですか？いや、もう現役じゃないんで。はい。ですよね。元気で元気で声が震えおい、いけ達也。あ、もっといいかいっすね。行くぞ行くぞ。やりますか？やりました。お、じゃあレフリー来てよ。ちょっと急遽そこは勝たなあかんでしょ。そう、さすがに一勝ぐらいはしないとね。さすがにね、うん、ここはね。じゃあ、じゃんけんしてもらって、最初はグーじゃんけん。はい、よいしょ。お、達也先行で。はい、先行で。はい、やっぱり一発で決めた。お願いします。いきますよ。おぉ、さっきと同じ。おぉですね。いける、大丈夫。おい、聞こう、逆な。今、食らった側に聞かないと大丈夫ですかって。あ、そうです、そうです。ライブさん、おいしい。おぉ、お願いします。右で、左で、左で、はい。お、レフリー、これやばいって。これもうダメでしょ。やばい、言葉がない。もうこれでしょ。おい、起きよう。カン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 ですね。おいおいおい、お、大丈夫か。喋れない、喋れない。もうやだ。もうボロ負けじゃねえか、お前。ボロ負けだって。いや、これマジ無理。ちょっとカメラ止めよう。復活した。復活し。やばい。やばい。これ本当にやばい。これ多分やばい。多分蓄積されとるか分かんないけど。もうでも蓄積されとるけど、もっとやばかった。いや、もう分かんない。何言ってるか。止めよって、だからカメラ。いや、もうこれカメラ回ってないよ。誰がこの企画やろうっつった。イム。おー、ふざけんな、ふざけんな。はい、すいません。はい。はい。おい。聞きまくってるやん。めっちゃ聞きました。え、聞いたんですか。めっちゃ聞きました。すみません、本当に。調子乗って。あの、全部この人が悪いんだ。あ、考えた。なんだろう。倒れるよね。人は。人は倒れるんですね。初ダウン。初ダウン。マジで初ダウン。というより、多分、僕、本当はじゃない。こう、腹筋の練習、かもしれないです。何回とか。格好つけてましたけど。こんなきついですね。もう喋れてないもん。多分あれっすよね。試合でもらってないだけっすよ。ああ、そう、はいはい。多分これこんだけ物を食らったらマジで息できんかったもんね。まあ、あと素手でやるっていうのもさ、普段グローブつけてやるから。どっちが効くんだろうね。グローブの方が痛いのが広いっすね。あ、この前面に来るような感じです。で、素手だと一点集中しちゃう。なんか。うーってきた。突き抜けたっす、マジで。だと、あ、だと思ってた。あと、うん、もうおかしい、腹筋のなんていうの、作り方あのね、キックボクサーにはいない。あ、マジですか。殴った時に、はいはい、なんだろうこれ。普段どうやって腹筋とか鍛えてるんですか。あ、でも今みたいに殴り合うか、踏まれるか。ああ。やりますか、ボール。いや、もういいですよ。これ最新の兵器があるんですよ。え、なんかやばいやばい。え、50キロのボールなんですけど、はい、これを入れますか。いや、一回やってみた。俺本当に殴られるの嫌いなんだから。素人でもできる。いや、素人ちょっと危ない。危ないっすね。本当に、もう殴られるの嫌いだから。本当に無理。いや、もう一切いらんことしんで。本当にもうサングラスの後ろどうなってるんですか。お前は本当に。これ50キロやってるんですか。50キロもやったり、あと5キロ思いっきりここバチン。5キロはめちゃくちゃきついですね。逆に50キロだとこのスピード出ないんで、重さだけになる。あ、そっか、上げる方があれですもんね。はい、これめちゃくちゃ重たいんですよ、上げるのも。確かに5キロはいいですよ。ボーンって出るんだ。ボーンって強くなりますよ。らしいよ。らしいよ。やってたから、やって試して。すぐやってみたらいいじゃん。え、俺今ちょっとあばら折れてて、すいません。本当はちょっとやりたかったんですけど、あばらの方に今折れてまして、まあ、一応僕も世界チャンピオンっていう肩書き持ってまして、はい、やりたかったんで、はい、まあでも今日は本当に楽しかったですね。締めんの早い。はい、じゃあ
もう本当におい最後しっかり締めてください。締めましょう。はい、はい、今日はあの腹筋対決ということで、はい、はい、あのいいホタテ、はい、が取れたんじゃないでしょうか。いや多分取れてないな全然取れてないな。はい、あの福地さんとあの福野さんのあの YouTube の方でもコラボしてますんで、はい、はい、ぜひあの概要欄から見るときチェックしてみてください。お願いします。今日はありがとうございました。ありがとうございました。それは本当にやばいねめちゃくちゃ聞いてるよめちゃめちゃ聞いてんぞそれではまた次回の動画でバイチャンネル登録ありがとう、高評価もありがとう、今日もありがとう一日、明日も笑って一日。